はい、皆さんこんにちは。動きのコツ研究所の西川です。今回は横歩きをするときに足が、麻痺側の足がですね、こう後ろに下がってしまう、横から見るとお尻がこう引けてしまいながら横歩きしている方、このような方がしっかりとした足で支えられるための方法をご紹介していきたいと思います。以前紹介した内容では、麻痺側の足を支えるときにまずは良い方のかかとを上げましょうというような内容でご紹介したかと思います。この良い方をかかとを上げたときにどっしりと足は支えているつもりなんだけれども腰が引けてしまう、おられますでしょうか。このような方は体のどこかが感じられていないんですね。じゃあどこが感じられてないのか、ズバリこれはつま先側ですね。ついつい腰が引けてしまう方は体重が後ろに乗っていることが多いですので、まずご自身で確認していただきたいんですね。手すりやテーブル、カウンターなどを持っていただいた状態で良い方を上げたときに麻痺した側の足の裏、体重が後ろの方に乗ってしまっていると腰までが引けてしまいます。これは良くないですね。ですので今日は良い方のかかとを上げるときにいつもよりもちょっとつま先側の体重を感じるようにした中で良い方を上げてみましょう。そうするといつもよりも腰が引けずにしっかりと支えられているかもしれません、ね、ここでしっかりとつま先を感じて支えることが確認できたら良い方を横に動かしてあげて一歩ずつ歩くような練習をしていきましょう。決して焦って横歩きをしないようにしていきます。なぜ焦ってはいけないかと言いますと、体の感覚を感じにくいからですね。そしてまた誤った方法で腰が引けてして行ってしまいますので、今日はつま先を気をつけながら良い方のかかとを上げる、こういうように練習をして一度またご自宅で練習の方をしてみてください。またこれでもうまくいかない方は違う動画を確認していただき練習の方を続けてみてください。